私の団体は日常生活支援厚別助け合いフクロウと言います。で、皆さんと協力しながら助け活動をしてます。で、平成の21年に立ち上げて、まあ、他の NPO 団体に、NPO 法人で、育ててくれたんですが、その後3年で独立して、全ての厚別区民の困りごとを解決するために、いろんなところとネットワークを組みながら解決に向けて活動をしております。で、私のやりたいことは、今私は73です。で、あと、10年もしたら85歳になると、人間は半分は人の手を借りないとなかなか自分で普通の生活ができないと今のデータでは言われています。で、実は2035年が団塊の世代が85歳にみんな統一なんですね。だ、全国で850万人いますから、今から地域力をつけて、みんなで住み慣れたところで助け合いながら、支え合いながら、触れ合いながら、塩梅よく行きたいと思ってまして、そのための今は土台を作ることです。で、皆さんへのメッセージは、人と人がつながることで大きな地域力になりますので、支え合いや助け合いはぜひぜひ広げていきたいなと、皆さんの地域でもやってほしいなと思っております。